当よかった嬉しい、ありがとう。レッスン朝早くからお疲れ様。ありがとうございます。そう、めっちゃ早かった。最近にして一番早かったレッスン。ニワトリ公演見てました。ありがとうございます。今日暑かったね。暑かった。半袖でもいけるね。全然。そう、こんばんは。こんばんは。じゃあちょっとドボンでもやろうかなと思います。昨日できなかったんでドボンやろうかなと思います。じゃあどうしようかな。ドボンをやっていきたいと思います。何秒にしようかな。じゃあ50秒合わせでいきます。こんばんは。さあみんなドボン当たるかな。どうだろう。どうだ。あんまり当たんなかったですね。当たった人は言ってね。こんばんは。あと1枚。上がられた。でも私も一歩遅かったな。ていうかさ、パン、これ何、パンかわいいね。何これ、すごい背景がめっちゃパンなんだよね。何このパン、かわいいけどめっちゃかわいい。クマがパン持ってる、かわいい。なんで山崎春のパン祭り。じゃあ次は、じゃあ15秒合わせでいきます。15秒合わせでいきたいと思います。15 当たった人は言ってねー。でもこの間普通に大竹ちゃんと当たりました。全然一緒にやろうとかじゃなくて、普通にやってたら大竹ひとみちゃんに当たりました。
あ、ドボン、やった、早っ。ドボン。てか全然しばらくガチャとか回してないからさ、ちょっと回してみよう。全部自分のカードにするべきだよね。よいしょ。なんかじゃあちょっとガチャしてみようかな。ガチャ、10連ガチャ、ガチャ券で回そう。ガチャ券回してみよう。お、せいちゃん、じゃあ、え、ガチャってこれしかないんだ。じゃあ10連ガチャいくね。何時ぐらいのおたけひとみちゃん、え、何時だったかな。すごい、橋本さんの星5が来た。あ、千織さんの星4。え、すごい。お、まほぴょん星5。あ、きーちゃん星5。で、コレクションでさ、一番強くすればいいんだよね。自分に、全部自分にして、閉じる。全部自分にするべき、これは。応援グッズセットするとパーセント上がる。え、応援グッズってどうやってやるの。応援グッズってなんや。お任せ設定にしよう。はいはいはい、なるほどね。何お任せ、応援グッズのガチャ引いて。応援グッズ、うん、設定、オプション、違うか。とりあえず応援ガチャも引いてみよう。何がいいのか分からん。合計685ルーベライト所持、交換所で使おう。何ルーベライトって、初心者すぎ。アイテム交換所、アイコン交換所、ルーベライト交換所。何ルーベライト、アイコン交換してみよう。ちょっとアイコン、アイコンはね、ちょっと何にしようかな。あ、なんかかわいい、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 なんかかぐや姫みたいなやつにしてみよう。よいしょ。アイテム交換所。なんかスプーンみたいになるよ。スプーンは何、強いの。スプーンちょっと交換して。これ何、ペンライトとかは。やばいよ。ホーム右上。ん？ホーム。これをショップ。どこで応援すんの。あ、応援グッズ変更ね。あ、はいはいはい。これお任せ、お任せとかできないの。
これじゃね、どれがいいの、何がいい、何がええんや、わからんわからん、いや、うん、とりあえず応援グッズはやってる、交換所、コレクション、コレクション、とりあえずめっちゃガチャ引こうかな。こんばんは応援グッズは虹、黄色、赤、青、白、あーなるほどね、全部虹色がいいんだ、分かった、虹色すごい、自分が出てこない全然、自分引くまでやろう、虹色の自分、あ三枚来たよ、あ千葉エリオカリナセナタン、おい自分が出てこないな、あ、シリカ、シリカ、オンさん、ちょっとじゃあ応援ガチャもやってみるね、応援グッズガチャ、うん、え虹色の次に何があれなんだっけな、ルベライト、何ルベライト、ルベライトってなんだし、とりあえずガチャしよう、あマリア、マリア、マリア、マリアが来た、かわいい、黄色を3つ出すと虹色になる、あ勝手に合成されるんだっけそういうのって、あそう、ゆうちゃんが信じられないぐらい毎回出るの、あ自分来た、自分がいたわ、おダイヤ溜まったよ、スペシャル SEC 決定確定、おオンさん、オンさんの SEC が2枚溜まったぜ、オンさん、うん、応援グッズもね引いていきます、17日、おやったー、毎日アイドル、ダイヤのかけら50個貯まると SEC カードも必ずもらえる、あなんかそんなこと言われた、今そんな感じのこと言われた気がする、今で応援グッズ変更できるかな、何色がいいんだっけ、黄色、
あの月と水鏡めっちゃ良かった。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。虹黄色赤青白、黄色がいいんだ。じゃあこれも黄色に変えた方がいいのかな。うん、黄色のに黄色赤赤赤赤ね。で黄色が3つになると虹になるんだもんね。今日はあなたに怒られました。なんでみんなその怒られるようなこと言うの。何を言ってるの。とりあえず今日はガチャデーにするわ。ガチャさあ来い、私さあ来い。あ、キーちゃんのが2つになった。キーちゃん可愛いけど自分のが欲しい。あ、せいちゃん、せいちゃん、あ、もぎさん、もぎさんが2枚も来て嬉しい。もぎさん嬉しいよ。じゃあ応援グッズを引きます。みんなはコインいくらぐらいあるの。自分のカードは月末が出しやすい。えー、そうなんだ。えー、すごい、ガチャ券もっとなんか1枚ずつなの。ガチャ券はもっと一気にやろうよ。5万ぐらい、17万。へえ、あ、すごいすごい、経典とおりんちゃんのが来た。私の星5出てくれ。昨日の公演でファンになりました。 ありがとうございます、嬉しい。さあもう来てほしい。あー、マリア2人、マリア2枚目。あー、真っ白だけなんか写真が古い。で応援グッズも変えてみましょう。お、いい感じだ。いいね、いいね。え、楽しいね、ガチャ。じゃあちょっと普通にゲームします。じゃあ50秒からやります。今なんとかタイムだよ、ゴールデンタイム。こんばんは、こんばんは。うん、誰とも当たってなさそう。当たった方は教えてね。でもマリアとナルト、エリちゃんだから、そう、エイトって感じだ。エイトの人たち。いやあ、上がられた。早いです。じゃあ次は
12分50秒からやります。12分50秒からお願いします。12分50秒やっほーん。12分50秒でお願いいたします。さあ誰か来るかな。お、あやねのときめきの人来た。お、やった、ありがとうございます。イエーイ、くまくまちゃんさんありがとうございます。あとは誰だ、きーちゃん、きーちゃんと七瀬かなね。そう、全員あやねちゃんカード。お、じゃあそっちはそっちでもう当たってるんだね。ドボンできるだろうか。ドボンしたい。いいね、早いね、みんな。お、さあ、あと1枚です。お、さあどうなるんだ。あと1枚、来い。あ、はい、うん、なかなか来ませんね。なんかあと1枚、ずっとあと1枚って感じ。あ、ドボンされた。わあ、じゃあガチャを引きます。ガチャが楽しい、ガチャの方が楽しい。すごい、もう自分のは出ないっていうことが分かったので。あ、でもダイヤが50になったから確定きました。さあ来い、さあ来い自分。おお、あ、あ、自分が2枚になったよ。とりあえずオーメングッズを増やしていきたいと思います。オーメングッズをさあ、虹色にしてみたい。というわけで応援グッズを、お、いいね、いいね、いいね。100連ぐらいすれば虹色になる。お、じゃあ10連を10回ってこと。そんなやるわ。もうすぐできますわ。レインボーにすることを目標に今日はガチャをしていこうと思います。応援グッズは月で変わるから虹になるまで一気にやった方がいい。あ、そうなんだ、なるほどね。はいはいはい、へえ。
ドボン強化企画、そうドボンをねちょっと強化してみたいと思う。そうなんか応援グッズとか全然やってこなかったから、そうさすがにちょっとねいっぱいやってこうと思います。おお、よしよし、なんかいい感じのが来てる。おおお、あ虹になった、虹来た、虹来た、虹来ました、やったー、虹にしちゃおう、お願いします。あすごいすごい、あらあらすごい、お、これでいきます。3つ虹にすると最強、応援グッズは確率アップの時期が狙い目です。確率アップ、確率アップってなんじゃ、確率アップってなんや、黄色が出やすくなる。あそうオカリナのね星5が多分3枚ぐらい溜まりました。ちょっと応援ガチャ面白いね、応援グッズガチャおもろい。さあ虹が、あ虹来た、虹2つ目、イエーイ、お虹来た、お応援グッズ3つになったよ、よし行くぜ、嬉しい、やばい、これはその一押し力みたいのはこれ以上上がんないの、上がんないみたい、私のカードが強くならないとってこと、イエーイ強くね、あトムさん、トムさん、トムさんは自分が出ないというね、おひなが、およしはし、あ自分がね全然出てこないんですよね、とね、応援グッズ虹にしたらあとはカード強化しないと強くならないだよね、だから今日もうカード引きまくるしかないよねってことは、じゃあどんどん引いていきたいと思います。やっぱ自分のカードで強くなった方がいいよね、それはさすがにね、そうだよね、そんな気がする、よいしょよいしょ、あとは親密度のレベルが上がる、へえ強いとかあるの、そう強いとかあるのって私も思ってた、親密度まだレベル5なんだけどこうやって低いの、今さりげなくドボンしてます、なんか誰か当たるかなと思ったけどやっぱ誰もいなかったです、
1枚お、上がった上がりました。よっしゃ、よかった。野生のアヤネオシと出会えなかった。そう、野生のアヤネオシに出会えなかった。へえ、いっぱいあれしたいな。応援グッズはたまったからってことだよね。こんばんは、こんばんは。トゥルルルトゥルルルルトゥルルルトゥルルル。ひななちゃんゴリラやめるんだって。え、どういうこと？ひなな、ひななさんゴリラやめるの？そうなんだ。応援グッズは伝説になってる？でね、見てみるね。どういうこと？伝説になってる？どういうこと？どうやってみんな伝説とか。伝説イコール虹。ああ、なるほど。じゃあレインボーです。レインボーナウです。カード育成、そうだね。とりあえず自分のカードを引きまくりれるようにしたいと思います。月末にね、やるのがいいんだもんね。分かったよ、そうするよ。普通にツイッター見てます。てかさ、ジャンプ見た人、いや、こうジャンプね、良かったです。あの呪術廻戦お休みだったんだけど、ヒロアカもすごい展開あったし、めっちゃ、あと藤本たすき先生の読み切りがめっちゃ面白かった。いや、なんかさすが、さすがというか、なんかあーって思った。藤本先生やなーと思って、めっちゃ良かったです。
ぱ月曜日ジャンプが更新されるとやっぱ月曜日って感じしますね。カードのレベル上がると特効率も上がる。たくさんゲームしてね。はい、上がりました。すごいね。いつ読んでるの？でも昨日の寝る前とか。もう12時になったら更新されるから、そしたら見てる。でもジャンプ見てるのね、今呪術とヒロアカぐらいだから、そう全然時間かかんない。読むの早そう。早そう。いや早くないと思うけど、じっくり見ると思う。多分分かんない、普通の人がどんくらいなのか知らんけど。速読速読。キスマイエイトの本読みはどうでしたか？ああそう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 、今日さ初めて集合したんだけど、まあ、来れなかった子とかもいたけど、そうでもなんかっていうか、まずそもそもその愛媛でお世話になった横内さんとリサさんに会えて嬉しかったかな。うん、それは一番嬉しかった。うん、そうでもやっぱなんか横内さんがなんかちゃんとみんなのキャラクターに合わせてというか、なんかあこの人っぽいなみたいなのをちゃんと考えてくれてたのかわかんないけど、なんかすごいめっちゃしっくりくるっていうか、いいお話がいっぱいでした。みんな見に来てねそう、平日まだあの席あるらしいんで、ぜひぜひ来てください。そうね、ライブパートとかもあるからあんま詳しく知らないけどね、ライブとかもあるみたいなのでね、ぜひもう毎日全部来てください。13回あるのか、13回あるのでぜひぜひ。土日が取れん、そう土日は取れないよ。だから平日がさ取れるから多分平日来た方がいいよ。千秋楽すぐ埋まりそうね。楽しみ楽しみ。こんばんは、こんばんは。じゃあどうしようかな。もうとりあえずドボンは休憩。じゃあ質問に答え
ますので何でも聞いてください。あるかわかんないけど、なんかやっぱ質問コーナーってさ、こう楽だよね。楽だというか、やりやすいよね。リサさんや横内さんと話した、話しました、全然話しました、久しぶりみたいな。そうね、いろいろ一つ言わせておくれ、生まれてきてくれてありがとう。何、嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ出会ってくれてありがとうございます。昨日の衣装リボンの色はどうやって選んでるの？なんかサイズがいろいろ違うから、そのサイズによってかな。サイズがまあ SML みたいな感じで、やっぱ人によって違うから、その中のみたいな感じ。そう、昨日はね薄ピンクだったね。そう、ピンクかわいい。好きなネイル、もうゴリゴリのやつやりたいですね。でもなんか舞台の、6月の舞台のビジュアル撮影をなんかもうすぐするみたいなんだけど、なんかそれでマネージャーさんにネイルしていいですかって言ったら、なんか多分内容的にしてないキャラだよねってなって、確かにできないじゃんと思って、そう、ちょっと今セルフネイルで頑張ってます。何を質問すればいいですか？何でも、何でもいいです、全然何でも。あれなんで、トークテーマ探しなんで、質問は、うん、好きな飲み物ベスト5。なんだろう、好きな飲み物、好きな飲み物なんだろうな。1位はなんだろう、でも1位はやっぱりコーラかな。炭酸好きなんですよね、コーラ。紅茶、紅茶と、あとはスタラテ、カフェラテ、あの抹茶ラテとか、うん、スタバとかのだったらつけられるキャラメルフラペチーノとか。次髪染める予定とかありますか？染めたいなって思ってます。予定はないけど気持ちはある。ショールームキャンペーンの猫パン可愛いですね。可愛いですよね、パンって可愛いよね。なんかパン美味しいし、最近パン好きなんだよね。パン。お取り寄せしてても食べたいものはありますか？なんだろう、まだそんなにお取り寄せするものに出会ってないかも。そんな、なんだろう、お取り寄せしないと買えないみたいなものに出会ってないかも。馬刺し食べてね、馬刺し食べたい、わかる、馬刺しいいよね、馬刺し食べたい。朝はパン、パンパパン。コーラとパン好きなのに痩せているのはなぜ？別に痩せてはないけど、でもコーラは飲まないようにしてる。うん、なるべく。好きなラーメン屋さん、ラーメン屋さん、最近一風堂行ってめっちゃ美味しかったです。一風堂、一番泣いた映画、なんだろうな、
ニックを去年見たんですけど、タイタニックは本当に衝撃で涙止まらなかったです。あとアーロと少年ってやつと、あとなんだろうな、何見てたっけな、泣いたやつ、あでも鬼滅も普通に泣いた。ライライテー、ライライテー聞いたことない。でも一蘭は好き、めっちゃ一蘭好き。なんかもう本当に大学生の時に、なんか本当に課題に追われてた時はもうマジで一人でなんか週2ぐらいで一蘭行ってた時ある。もうラーメン食べないとやっていけないって思ってた。最近のおすすめ映画、マーベル見てる人は本当にシャンチーがめっちゃ面白かったっていうのと、あと何やったかな、あと何見たっけな最近、なんだっけ、めっちゃ良かったんだけどな、あれなんだっけな、なんだっけ、なんだっけな、忘れちゃった。何見たっけな、本当に何見たっけ、ん、忘れちゃった。恋愛映画は嫌いなの？嫌いじゃないよ。恋愛映画ってなんだろう。でもあの少女漫画の実写化とかは見ない。バットマンとかも、あ、バットマン、そう、バットマン面白かった。モービウスはね、まだ見てないんだけど。今はファンタビューを見ないといけない。コーダ、愛の歌、わあ見てないですね。君の名は、君の名はは、もう、そりゃいいよ。ファンタビューも気になる。ねえ、そう、ファンタビューめっちゃ気になる。っていうか、見ないと。いや、最近公開してたやつなんだろう、なんだろうな。バットマン長かった。長かったけど、なんか長さ感じないぐらいだったね。あゆみちゃんの好きなアパレルブランドベスト5は、よく服買うところで言うと、メリージェニー、ティティ&コー、なんかあるかな、マウジー、あ、マウジーもね、かわいいよね。マウジーも好きだし、ミルクフェードは、まあ、レッスン着だね。自分で買ったことはない。ミルクボーイ、あ、ミルクボーイかわいいよね。ミルクボーイ好き。お話し会に来てたやつ、あ、あれは、この間来てたやつは、どこのだろう。本当に最近記憶がやばい。あれは、ナイスクラップ。ナイスクラップもよく買う。あと、ファメオポーズっていうところが、
好きですね。よいしょ。ファンタビ見た、面白かった。見たんだ、いいな。少女漫画の実写化見ないのか。絶対見ない。てか、あの少女漫画自体あんま見ないかもしれない。試着はするね、するけど、まあその丈が微妙な時とか、かな。でもしない時半々ぐらい、する時もあればしない時もあるしみたいな感じだよね。ネットで服買う、あ、買えますよ、全然ネットで。でもインスタでフォローしてる服屋さんが大体好きな服だから、そう、だからたまにやっぱ通販、なんだろう、日本にないお店とか、なんか輸入製品とかあるからね、そういう時はあれだよね。店員とは話す派、話す時もあるし話さない時もある。洋服好きなんだ。そう、洋服好きだよ。焼肉ライク、焼肉ライクは行ったことないかも。洋服、そう、これ言うんだ。そう、服好きなんですよ。お洋服の大学行ったしね。靴とかネットで買うのは怖いかな。いや、ネットで買いますよ、靴。そうね。全然サイズ合わないのが怖い。確かにそれはある。確かにね。でもなんか逆に、あの店舗で買って、靴買って、あのその時はちょうどいいかもって思って家持って帰って、いざなんか履いて出かけようとすると、あれ、ブカブカだなって思ったり、なんかそう、あんまりなんか参考にならん。お洋服選ぶときのポイント、ポイントなんだろうな、なんだろう、やっぱ見た目はこうちっちゃいし、この顔なんで、あのあんまり子供っぽくない、子供っぽくなりすぎないようなものを買うようにはしている。なんかまあ色とかだけど、厚底、あ、そう、厚底好きだね。靴はシマノの服、シマノってな、わかんない。ピンクとかある。ピンク全然着ますよ、ピンク好きだよ。値段は見る、値段見ますよ、それは。値段は見るで。大人コーデはちょっと違うんだよな。難しいよね。
今でも高校の時の制服着れる？いや着れるよ、サイズ的には着ないけど。だって高校生から身長変わってないからね。めっちゃつけ襟がうまいよね。ねえ、ちょっと襟つけがち。そう、襟好きなんですよね。だからブラウスとかね、なんかそうブラウスとか好きな、なんだろう、そう。金髪好きでした。もうしないのかな。いや金髪私も好き。うん、もうしないのって言われるとね、どうなんだろう。もうしないことはないと思う。うん、いつかは金髪にしたくなる日が来るというか。そう、フリフリ好きなの。フリフリ、うん、フリフリは好きだよ。でもフリフリって言うとさ、なんかみんなロリータみたいなさ感じを思い浮かべるけどさ、全然なんかそういうんじゃなくてって。金髪待ってますね。金髪ね、絶対来ると思います。エクステで明るい色、あインナーとかってこと？あインナーとかも入れてみたいよね。でもとりあえずこのエクステが終わってから考えようと思って。そう、まだこのエクステちゃんが生き残ってるので、そう今はこれをキープしていきたいなと思っております。イエイエイ。とかあると髪色やネイルはなかなか遊べない。そうだよね。キスバイエイトはね、多分大丈夫なんだけど、そんなマジムリとかみたいになんかダークな感じじゃなさそうだからいいんだけど、その6月の舞台がちょっとなんか内容を見た、内容っていうかなんかちょっとストーリー載ってるじゃないですか、公式サイトに。そう、それ見るとあ絶対ネイルしないわ私の役って思ってそうだから今ちょっとネイルはお休み中なの。え、そうネイルに行こうと思ったんだけど、マネージャーさんにビジュアル撮影がもうすぐあるから。そう、明るい系ではないね。そう、明るい系ではないね。絶対しなそうでしょ、あのストーリーだと。誰もしてなさそうだよね、あの中だった。そう、だからビジュアル撮影終わったらやろうかな。うん、何ちゃんで平均サイズなのかな、服とか靴とか。なんだろう、
まあでもフリーサイズしかない服屋さんもあるから、まあそれはそうだけど、靴の標準平均サイズってどんくらいなんだろうね。こんばんは。あ、こんばんはこんばんは、こんばんは。うん、そう、難しい役どころね。そんな感じ。まあこの、でもとりあえず今はキスバイエイトにね集中しましょうって思ってます。23とか24くらい。あー、なぎちゃん 23.5 だったはず。そう、私も 23.5 なんですよ、靴のサイズ。まあでも23でも入るかなって感じ。23か 23.5 かな。そんな感じですですです。こんばんはこんばんは。お、でも1時間ぐらいしてる。うん、すごい。全然1時間経ってなさそうだった。時間4分経過。お、長いぞ。ルルンルルンルルン。よし、じゃあそろそろね終わりにしようかな。ね、もう10時だもんね。よし、じゃあそれでランキング読んで終わりにしたいと思います。13位マモ、あやね大福さん、12位ロロさん、11位ゆうた、ちゃん、あやねのことが大好きですさん、ありがとうございます。10位くまくまちゃん、9位和田ちゃん、あやね大福さん、8位ショートさん、7位ネスカフェさん、6位でがらしさん、5位ダイヤマさん、4位やすべさん、3位やすさん、2位お父さん埼玉さん、1位夏目、あやね大福さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日はいっぱいねお話できてよかったです。ありがとう。ではまた明日もねやるので、バイバーイ。ありがとう、おやすみ。